こんな時間に子供が一人。私、その…ただの迷子じゃなさそうだな。ミオ、頼める。わかりました。子供、何の用です？用がないならどきなさい。邪魔です。ちょいちょい。ん？何でしょう。小さい子に何やってんだ。だって若様との二人きりを邪魔されて面白くありませんもの。だからって脅すな。怖がらせてごめんね。こんなところでどうしたの？私、お願いがあって。離れなさい。仕方ない、一旦宿屋に連れて帰ろう。若様、そんなものでも一応は女。